ございます。ありがとうございます。じゃあこのまま、代表質問の方に移りたいと思います。皆さん、今回そのリニューアルしたティファニー銀座本店をですね、はい、ご覧になっていかがでしょうか。はい、いや、まず本当にとてもおめでたいことだと思いますし、先日ニューヨーク の, 本店に伺わせていただいたんですけれども、本当にそれをこう連想させるようなとても創造性のある新しいリニューアルということで、とても素敵な店内になったと思います。そして本日身につけて、いらっしゃいますですね、ティファニーのハイジュエリーについて教えてください。はい、いや、本日はもうなんといってもこのホワイトダイヤモンドのネックレスなんですけど、この真ん中の一番大きなダイヤだけで100カラットを超えていて、全て合わせて200カラット超えということで、非常になんかこんなにたくさんこうティファニーさんとはご縁があるんですけど、まだこう慣れないというか緊張してしまうというか、はい、なので早く身にまとって似合う女性に急いでなりたいなっていう気持ちはあるんですけど、はい、とてもお似合いですよ。いや、ありがとうございます。眩しいです。そうですよね。なんか自分こちらの眩しいです、本当に。自分で見ていても本当にすごい輝きだなと、はい、思います。今その身につけられている心境としてはいかがですか？そうですね、やっぱりもうここまでのハイジュエリーになると本当にこう特別な時に身につけたいっていう気持ちになるジュエリーだと思うので、なんか本当にまあこういった素敵なイベントもそうですし、なんか今後どういう時にこういうハイジュエリーを身につけたいかなっていうのをなんか考えるのがとても楽しく、はい、なるような気持ちです今は。最後となります、三好さんにとってですね、ジュエリーとは何でしょうか？はい、ジュエリーは本当にもう私の体の一部みたいになっていて、まあ、毎日ジュエリー何かしらこう身につけてはいるんですけど、本当にそのジュエリーを身にまとうことで自分の一日もスタートするし、自分の一日のこう癒しになったりとか活力になったりとか、とてもこうパワーをいただけるものなので、はい、これからも毎日ジュエリーと向き合っていきたいなと思っています。ありがとうございます。代表質問としては以上となります。どうもありがとうございました。